こんにちは、ケンシロウです。今日は久々にパスタでショーを始めます。よっお今日の食材なんですけども、どこにでもコンビニにどこのコンビニにもどこのコンビニにも売ってそうな食材でパスタを作っていきたいと思います。今回使う食材はまずこちら、みんな大好きサラダチキン、ドン。はい、でもう一個、まさかのミックスナッツ。これ多分この2つはセブンでもローソンでもファミリーマートでも、セイコーマートでも、ミニストップでも売ってると思うんですけど他にはないから。あ、ないか、ないか。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まず塩 6g 茹でる方に入れちゃいます。で、早速サラダチキン開けます。お、今日はローソンで、今日はローソンで、そうか、コンビニの数言っててそこで買ってたね。ローソンで買いました。今日はこれちょっと面白い、これ見て、開けようと思って切ったら開け口こっちだった。あれ今カメラ映ってたから普通に開け口ついてた。一人前なんで今のサラダチキンを半分使ってやります。じゃあ早速作っていきたいと思います。オリーブオイルを大さじ2ぐらい入れてください。で、火にかけてニンニク、潰したニンニクを2つ入れて中の爪入れます。中火よりもちょっと弱いぐらいで、ニンニクに色をつけて、ニンニクの香りを、あ、こっちかニンニクの香りを、オリーブオイルに移していきます。はい、この時に鷹の爪も入れるんですけども、ニンニクに色がついた状態で鷹の爪は一旦外してください。ちょっと辛すぎになっちゃうので、辛いのが好きな人はそのままね入れといても全然構わないんですけど、パスタでショー自体が久々なので、ちょっとしどろもどろになるのは許してください。はい、ちょっと色づいてきたんで、このタイミングでパスタ入れちゃいます。今日もパスタ 100g 入れちゃいます。7分スタートしました。こんな感じで色がついてきたら、一旦鷹の爪外しちゃいます。そこに、サラダチキン入れます。サラダチキンの切り方は全然細かくしてもいいですし、ざく切りでもいいですし、細切りでもいいですし、千切りでもいいですし、もう出てこない切り方は自由なのでお好みで切っちゃってください。サラダチキン自体がそのままもう食べれるものなので、焼くというよりは焼き色をつけるぐらいな感じでいいと思います。今ではどこでも買えますからね。ね、サラダチキン本当に、しかもいろんなね味とか種類が出ててね、すごく身近な存在になったのかなと思います。まあ実際もサラダチキン自分で作る人もいるぐらいだからね、ダイエット食材でもあるのかな、一応胸肉だからね、こういう感じ薄く色が見えるかな、肉に色がちょっとついてきたタイミングで茹で汁入れちゃいます。ここで一旦火止めます。パスタを攪拌するのを忘れないでください。今僕ちょっと忘れてましたナッツなんですけども、最後の仕上げの味付けの段階で入れるので、あとはとりあえずパスタが茹で上がるところを待ちます。それでは待っていこうそれではパスタが茹で上がったので、盛り付けしていきたいと思います。この段階でミックスナッツ一袋全部は入れないんですが、お好みで今日はちょっと多めに入れていきたいと思います。はい、さっき取り除いた鷹の爪も戻しちゃってくださいここはもうシンプルに塩ひとつまみとエクストラバージンオリーブオイル EVO ですね入れて、あとはおっ出されるよ多分オッツとカメラ映ってないよいや、みんな大好きみんな大好き
手早く強火で混ぜていきます。はい、それでは盛り付けしていきたいと思います。はい、サラダチキンとミックスナッツのペペロンチーノ完成しました。それでは食べていきたいと思います。はい、それでは食べてみたいと思います。いただきます。これナッツを入れるっていうのは珍しいのかね。ご家庭ではあまりないかな。珍しいよね。いただきます。うん、サラダチキン合う。そりゃ合うか。めちゃくちゃ似合う。そのさ、呆れた感じでそりゃそうでしょみたいなリアクションマジやめて。あの悲しくなるから。うん。この。だからいつも言ってるんですけど入れすぎ。あのナッツの塩加減とこのペペロンチーノのニンニクだったりオリーブオイルだったりオリーブオイルだったりがすごく絶妙にマッチしてもうすごいマリアージュしてますね。いやでもマジでうまいです。これ本当にめちゃめちゃうまいですね。サラダチキンの塩分とナッツの塩分はこう作る時にこう少し計算した方がいい感じですか。まあそうだね。正直その最後にナッツを入れるっていうこととそのサラダチキン、まあ、塩気もそうだし味がちゃんと乗ってるので塩は少なめでいいです。少なめで計算して入れて味付けしてる時にちょっと味見してもうちょっとかなっていうのはそこは微調整してください。僕の作り方としては一つまみ、まあ、親指と人差し指の一つまみが理想ですね。まあ、そこは好みで、パスタでしょうのいつも通りのお好みで、はい、お好み、醍醐味ですかね。うん、うん、すぐにできると思うのでぜひ皆さん試していただきたいですね。パスタでしょう、今までいろいろ撮ったりしてるんですけども、その今までのパスタでしょうは概要欄に貼っておくのでぜひ皆さん確認してみてください。パスタ、トマトソースの作り方だったりとかこのペペロンチーノのこうスタートの時とかまあいろいろとボンゴレビアンコ作ったりとかいろいろしてるのでぜひ見ていただきたいなと思います。これもすごく簡単なので皆さんぜひ試していただけたらなと思います。この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録、高評価、インスタグラム、TikTok のフォローもぜひよろしくお願いします。パスタはやっぱり安定のうまさなのでそして簡単に作れるっていうのがパスタでしょうの醍醐味なので皆さんぜひ試してみてください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。声裏返った。